様によっしゅ。毎年恒例、主チャンネルハロウィンパーティー。まだチャンネル始めて3ヶ月だろ。もう何回もやってますかんだすな。はい。ってことでまずはこのお部屋の飾り付けします。まだハロウィン感ゼロだもんね。じゃあここからは音声だけ、完成したらお披露目するわ。全員で、仲良くお部屋の飾り付け。豊姫、これ片方持ってて、オッケー、高さはこんぐらいかな。主ちゃん、このカボチャ好きなとこに置いといてちょ、任された。この破壊しどっから持ってきたんだ、ニトリちゃんほら。いやー、ニトリ、雲嫌い。なんかボチャボチャしてるな。まあこの狭い部屋に詰め込んだからね。でもハロウィン感は出たんじゃない？うんうん、すごいいいと思います。たまにはこういうのも悪くないな。それじゃ完成した部屋、お披露目だよ。はい、一気にハロウィンモード。多少のごちゃごちゃ感は多めに見てください。雰囲気出てるからオッケー。でも何か足りないような。何が？音楽、ハロウィンっぽくない。それだ、確かに、ちょっと明るすぎですね。あ、じゃあ霊夢とハロウィンっぽいの流してくるね。私と主ちゃんに任せなさい。オッケー、じゃあ二人頼んだ。じゃあ霊夢行きますか。行こう行こう。なんかすっげー嫌な予感。下に同じく、あの二人揃うと強烈よね。それでは一曲目、ハロウィンの日にぴったりな一曲をどうぞ。にゃお。いやー平和ですね。まだまだお日様が出てると、暖かさを感じますね。やっぱりお茶は、静岡産の日本茶に限りますな。あ、皆さん、ご近所さんからもらった美味しいおせんべいあるの？お食べにならない？あ、じゃあいただこうかしら。で、何まったりさせてくれとんじゃあ。主ちゃんダメねー。霊夢に任せなさい。ハロウィンのウキウキ感を表現してみました。高速でぴょんぴょんする運動。はい。1、2、3、4、5、6、手足の運動。手足ねえよ。そしてなみ夏休みの早朝気分あり合わせてくれとんじゃー。霊夢、まだまだだな、変われ。ハロウィンのミステリアスな感じ、それをメロディーにしてみました。被害者はこの部屋に住む86歳男性。玄関、窓、裏口、開けられた痕跡はなく、完全に密室状態だったとのこと。このツルツル頭、何かしらのダイイングメッセージでしょう。外傷は？外傷はないので、刺殺かと思われます。刺殺な、刺殺だったら外傷思いっきり残るぞ。死亡推定時刻は？あそこが死後硬直してたから、午前11時ぐらい。あそこってどこだよ。チンチン。って何刑事ドラマっぽいことさせてくれてんですか？主ちゃんじゃ話にならないわ。変わりなさい。テーマは心躍るハロウィンです。どうぞ。いや、それ。音楽が鳴ると体が勝手に、日本人のソウルメロディーね。はぁ、どことなく焼きそば、お好み焼き、屋台の香りが、お嬢ちゃんたち、いっぱい踊っていってよ。私後で金魚すくいやりたい。手間に季節逆行するようなことさせとんなぁ。霊夢、わかってないな。まあ任せとけ。ハロウィンの恐怖、それを表現してみました。みんな、落ちたら死ぬぞ。ここって人食いザメの巣窟で有名な場所よね。そう、毎年何人もの人間が、この海域で襲われ命を絶っている。ニトリは食べても美味しくないぞ。誰か助けて。ねえねえ、さっきからこの島ちょっとずつ沈んでない？まさか我々の重さに耐えられなくなってきてるのでは？海に引きずり込まれたらもうおしまいだぞ。やだー。まだ死にたくないよ。もうダメ。かまれ M さん上。お前ら二人、マジでしばくぞ。じゃあ主ちゃん、次は二人で決めたのにしましょう。そうだな、賛成。ニトリちゃん、どうしました？ちゃんとしたハロウィンっぽい音楽。やっとまともなのになったな。だってみんなキレて突っ込んでたから、ニトリも準備してたのに。確かに、ニトリちゃん以外全員やってたもんね。じゃあそのことについてキレるってどう？あ、有意ナイスアイデア。ニトリちゃん、思いっきりどうぞ。じゃあお言葉にからえて。甘えてな。なんでニトリの時だけちゃんとしてるんだ？なぜおかま？おし、これで一件落着。まあハロウィンパーティーってこんなのだっけ？と思われた方もいるかもしれませんが、まあこれが主チャンネルということで。ある意味仮装でしたしね。確かに。それでは皆様もそれぞれのハロウィンをお楽しみください。ではでは今回もご視聴ありがとうございました。あ、ちなみに主チャンネルでもエンディング作ったよ。
赤ちゃんマリサ。思い出させないで。皆様、今回もご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけましたか？恥ずかしいから見ないで。もしよろしければ、動画アップの励みとなります。チャンネル登録や高評価お願いします。じゃあまた次の動画で。